東京オリンピックの聖火リレーが先ほど福岡県で始まりました。緊急事態宣言の対象となったことを受け、公道でのリレーは中止となり、代わりに点火セレモニーが実施されました。福岡県は明日から緊急事態宣言の対象に追加されることを受けて、公道でのリレーは中止となり、代わって観客を入れずに点火セレモニーだけが行われました。公道でのリレーをめぐっては、これまでに大阪府や愛媛県の松山市、沖縄本島や熊本市が中止となっているほか、あさって13日から舞台が移る本州でも、広島県や緊急事態宣言が延長された兵庫県など、公道でのリレーを中止する自治体が相次ぐ見通しです。